がない。ストップバトル。ファックス、アイスクライマー。さあ、お送り。ちょっとちょっとフリーズしましたが、お送りしていきましょうか。ゲキヒカルバーサスバスリマンということで、ゲキヒカルなんとアイスクライマーが出てきましたね。先ほどね、配信に映ったキャプテンファルコンを使っていたハービス選手はアイスクライマー使いとしてね、今作は、しばらくやってたんですけど、その時にアイスクライマー見られるかなと思ったらキャプテンファルコンだったんで、まさかここでね、見られるとは思いませんでしたが、かなりね、遊撃隊のようなインファイトを仕掛けてくるファイターに対しては、このアイスクライマーというファイターいける。上からのしかかってくる、空中ニュートラル、丸々キックとかですね、丸々キックとかに対してもジャストシールドの、猶予が広い上に、かつ相手の硬直がめちゃくちゃ増えるんで、さらにこの武器判定の耐久ですよね。ジャンプに対して上強を受ける、空上高すぎて 63%。 フォックス側としては何としても、そうですね、相方をしっかり撃墜していきたいというところ。こうなってしまえばインファイトもフォックスがいけると思いきや、武器を振り回してしっかりとリーチの差を生かしているのはヒカル選手。復帰そして空前、素晴らしい。この交換は美味しすぎる。さあ相方も帰ってきて、上強から上スマッシュ、もうやりたい放題。このコンボもね、あのヒットストップが増えちゃってかなりつなぎづらいのがフォックス。上今のはちょっと切り離し終わってそうだったんで踏み台も怖かったんですが、相方を掴んでしまうと本体の上スマッシュによる果敢が待っていて、トルネードハンマー、横の差し合いにはブリザードかなり強力、縦に差し合うと今度はジャストシールドを取られてと、フォックス側としてはかなり苦しいですね。空中しろ、素晴らしい復帰。そしてだがジャンプが温存されている。帰ってきてトルネードハンマー、フォックスであれば果敢も取れた。本体のシールドは間に合っているが、ウエスマッシュの確認がちょっと遅れていたため事なきを得ている。ここで倒したいぞ、バチの前、横スマッシュホールドには回避上がり、ウエスマッシュ影響、怖い怖い影響。はあ、相方が優秀、弱で当てて勝っている。しっかりとイリュージョンから空上で相方を倒して押し付け行動もシールドしきる。横強横強、どうやって近づけばいいの。上から帰ろうとすると空上、武器判定による着地狩りをしっかり生かして1本取っていったのは光るアイスクライマー。アイスクライマーといえば結構ね、あの投げからのコンボですね、もう崖端まで運んでそのままメテオで撃墜みたいな切り離しコンボが有名ではあるんですが、それだけではない。かなりね、あの近距離インファイトを制すことができれば、上級攻撃等のね、かなりバリューの大きい行動を持っているんで、しっかりとそれをフォックスに対して空上空上着地狩りでね、通していきました。そうですね、コメントにあるようにリーチの判定が強くないとアイクラの相手するのが辛いということで、アイスクライマーは結構なんだろう、横側の機動力が乏しくて、なんだろう、自分から攻めるとなるとトルネードハンマーを振らざるを得ないというファイターなんですけども、相手が勝手に攻めてくれるのであれば自分のレンジに入ってきてくれるということで、かなりやりやすそうですね。なので遠距離のね、飛び道具持ち、弾持ちファイターとかが結構アイスクライマーめんどくさかったりはするんですが、フォックスの弾はね、ひるまないということで切り離しも妨害することができずにインファイトを仕掛けざるを得ないので、かなり苦しそう。怖いぞ、上強素晴らしい、上スマッシュ、上スマッシュ、もう怖いぞ、素晴らしい分断、横スマッシュ。そうなんですよね、相方は、ファイターを関係なくめくってくるという、かなりいやらしいシールダッシュシールドの見合いから上スマッシュを打っていく。非常に広範囲、多分後ろ側だったらシールドされても硬直さはかなり、アイスクライマー側の方が、まあ、有利ではないですけども、なんだろう、果敢はもらいづらい、手痛い果敢はもらいづらいと、いやらしいですよね、これ本体のがシールドしきったと思ったら
相方の方が、タイムラグで発生しているので果敢を取るタイミングも選んでいかなくてはいけない。で果敢取るタイミング選ぶと今度はなんか確定しなくなるみたいなね。復帰阻止の、ファイアフォックスの持続を当てて復帰阻止しましたか。今上着地狩り怖かった。空中後ろを通して着地を通して本体を掴んで前投げから横スマッシュ。これは素晴らしい。ファイヤーバードをファイヤーフォックスを置いて持続で先ほどの復帰阻止再現しようとして上から帰らせたところにしっかりと押し置きをして相方を倒して空へ空へ着地狩り一人になったところに畳みかけるフォックスの強みを生かした攻め。ブリザードは上から差し込んでジャックを当てる。上のジャックであればちゃんとヒットしてくれますね。反対側にブリザードがあって上強上強怖いぞ。もう漏れそう。ジャックシールドがこれあれですね、相方のシールドに当ててシールド割り込みが畳技に間に合うっていう。ここで相方を仕留めたいんですがなかなか難しい。横スマッシュ素晴らしい。相方に蓄積ダメージが溜まっているのを把握して横スマッシュ力強を通していく。ジャンプ逃れられずに上スマッシュが捉えている。作戦完了。2戦目は取っていくのがファセリマンフォックス。相方の処理がうまくいってたのとあとは復帰阻止ですね、処理がしっかりできていたと。さあ3戦目も変わらず どうなってくるか。上上高すぎる。大経由からさらに伸びそうな匂いまでしましたか。 60%、70% 一気に稼いでこれもなんかスマッシュとか当てたらきついですが素晴らしい。上京の前の外から空中後ろを当てて横スマッシュ崖つかまりの2フレームに合わせようとするがなんとか事なきを得て空中後ろ苦しいぞ。この復帰ジャンパー残っている。上から帰ってくるが対空上京空上怖いかわしてダイブのやり取り空上で追っ払って掴みを狙っていくがめくっていて上スマッシュ確定反撃取って撃墜。分断には成功するが横スマッシュを振っている本体がいるとちょっとやりづらい。受け身に対してダッシュ攻撃クーヌダッシュ攻撃から回避を追っているがそっちは相方本体が操作できてブリザードからの復帰阻止怖いぞ。なんとかジャンプ使って帰ってくるが上強化を置いた クーヌ上スマッシュ本体に当てるがまだ耐えていて復帰も完璧。帰ってきてブリブリじゃないトルネードハンマーだったんですがちゃんと果敢取りましたね。フォックスの足であればトルネードハンマーに対してもしっかりとリスクをつけることができるのはかなりタイアイスクラマーにおいては必要なスキルですがジャックから上スマッシュ切り離しがあっという間に終わっている。ジャック2段止め相方に当てているのを確認してジャック最終段まで出さずに止めましたね。回避は許さない。上スマッシュが下スマッシュのような技ですね。上京上京空へダッシュ攻撃空へ本体を狙っていく。回避が通って弱固め大橋のためしっかりと相方もケアしますね。なの上ね分断に成功。ここからどうするか本体に付き合って左京に対して上スマッシュで果敢取っていく。今ブラスターを相方に当てることによってちょっとワンパターン操作も回復しましたね。さあまずはブラスターを打って相方のダメージを貯めようという3分でしょうか。攻め立てるダッシュ攻撃から食えねえ結構ダメージ溜まってるはずですから何かどれか一撃を当てれば分断には成功できそうなもんですがトルネードハンマーしっかりダッシュ攻撃でリターン取って食えこれは本体を狙いに行くがその場回避でケアしている横スマッシュ素晴らしい果敢クーエヌで追っ払って上必殺技移動回避で届かずに1人に絞ってこっから光選手かなり苦しくなるぞ。クーエなんとか地上に戻りたい。移動回避で帰ってくる。さあどうする上スマッシュクーマエが発生していな発生せずに着地したところにしっかりと果敢取っていって作戦完了。